はい、皆さんどうもこんにちは。キリガーソウイチでございます。本日はちょっとね、撮影別の場所で撮ってさせていただいております。本日やっていくのは漫画の感想動画になります。本日やっていく感想はこちら。ヒットマン第一課でございます。確かヒットマンは確か一貫感想動画出してないはず。<laughs> なんでね、あの、こちら、瀬尾光二先生の風花とか輝いてる。あと、君のいる街とか。歴代3作品全部アニメ化されてる作品なんですけど、これだけなぜかアニメ化されてなくて、ちょっとそこ寂しいなと思うところでありますね。 では早速ですがやっていきましょうはいってことであらすじ読んでいきます念願かなって『週刊少年マガジン』編集部に配属された主人公・剣崎龍之介最初の持ち込みで現れたのは先日出会った謎の美少女・高梨翼さん何度就職活動中の面接会場で剣崎が拾い上げた自作の漫画を面白いと言われたことをきっかけに急遽就職活動をやめて漫画家を目指すことで決めたとのこと 運命の出会いで相棒となった新人編集者と新人漫画家の週刊20ページに命を懸ける情熱の物語が今開幕。はいってことで、今回の舞台がね、週刊少年マガジンの編集部と。あの、これ作者も曰く、とうとう自分の仕事を漫画を題材してしまいましたと。<laughs> マジですかね、マガジン。なんですけど、あのー、ちょっとびっくりしたのが、やっぱりさすがマガジン。 ってこともありまして、同じ雑誌って、まあ、違う雑誌も、違うマガジンもありましたけど、あのー、その、一巻で100万部突破した漫画を読んで、感想を言ってくれってと、担当者から言われて、剣崎龍之介、進撃読んでましたね。<laughs> 進撃じゃんと思って。ちなみに進撃の巨人34巻なんですよ。でも、当時なんかあるのかな発売、えっ、ー、と、2018年、 10月なんで、たぶんもうちょっと後、先だったかね。2018年の6月とかなんで、何巻まで出てんだろうね。20巻ぐらいは出てんのかな進撃。すげえなと。<laughs> よく読み切ってんのな、ね、って話ですよね。進撃。で、あの、この、漫画家と編集、そう、ケンズギリと高梨翼が、その、打ち合わせとかいろいろと揉めてる中で、いろいろと自分でも変えていかないとってお互いに、 たく、高め合う。っていうのが今回のね、まあメインのところではあるんですけども、なかなか良かったと思います、僕。僕、爆満とこあの、同じ漫画家っていうのをモチーフにしてる作品といえば、週刊少年ジャンプのま、爆ンがあると思うんですけど、僕、爆ンより、こっちの方が好き。あの、こっちの方がなんかね、現実味があるっていうか、めちゃくちゃ厳しい世界観なんだなと。マッチもなかなかだと思うんですけど、 こっちの方がなかなか、こういう世界観とか、そういう新人賞って話とかもあるんですけど、バクマン僕正直ジャンプで週刊少年ジャンプ、購読してた時に読んでたんですけど、確かあれ途中で僕読まなくなったんですよね、バクマン。で、あの、今回ヒットマン、瀬尾孝二先生の先に関しては追っかけで読んでたんですけど、うん、めちゃくちゃ面白いと思うん、ね、で読んでて、あの、瀬尾孝二先生にしては珍しいパターンだなと。 思ったんですよ。しょっぱな恋愛感情がっつり絡んできたりするので、あの方の場合の作品だと。しょっぱなのそういうメインにヒロインの登場で、まあでも本来別の女の子は好きだよねっていう。恋愛感情の話はあるんですけど、今んところヒットマン第一巻の現時点ではそういう情報一さえ皆無で、あの、単純にそういう漫画家のストーリーっていう、漫画家と編集者のストーリーっていうのが、うん 根本付けられた作品ではあるので、僕結構好きですね。はい、ということで、早速評価、言っていきたいと思います。評価としては星4、ずっとさせていただきます。あのー、かなり面白いんですけど、やっぱり漫画家っていうのがあって、やっぱりあのー、そういう単純なストーリー、そういう漫画家編集家のストーリーっていうのもあると、やっぱりちょっと爆満と重なる部分があるなと。 あのー、ですけど、やっぱり男女っていうこともあって、今後もしかしたらどうして恋愛感じ、恋愛面とかいろいろできたりするのかなと。そういうところは楽しみだなと思ったんですけど、やっぱり漫画家の編集、漫画の編集部っていうのが、漫画,漫画家っていうのも一部あったり、バクマンとのね、重なる部分があったりとかするので、ちょっとそこら辺はね、あの、どういう風に差別化しさせてくるのか、そこがちょっと楽しみではありますね。 はい、ってことで、以上が、えっと、ヒットマン第1巻の感想になります。いかがだったでしょうかまあ、ヒットマンに関して、瀬尾光二先生の作品は僕、風化を17巻までしか持ってないので、あと、君松号ちょこちょこ買っていこうかなと思うんですけど、まずヒットマン読み切りたいなと思ってます。なかなか面白いんでね、僕は結構おすすめです。はい、てことでね、今後もね、漫画ラドメの感想動画出していきますので、よかったらチャンネル登録、高評価、よろしくお願いします。 ていうことで以上、キリガー・ソイッチのヒットマン第1巻の感想動画でした。また次の動画もお楽しみに。